新たな旅立ちとなる新生ゼスト。他競技の選手に参戦を呼びかけた勝村プロデューサーのもとにこの男がやってきた。北の一等星、安富北斗。最も MMA に近い実戦空手として知られる空道。その全日本王者がゼストでプロデビューを果たす。活躍に期待がかかる安富、その対戦相手とは。最初はすげえ他他競技でタイトル取ってる選手とやらせてくれてすっげえありがてえなみたいな、なんか周りがいやいや待て待てみたいな、お前それ使われてんぞみたいな言われたら、俺もマジかみたいな、ちくしょうゼストもなんでゾイツもこいつもなんだよみたいな、見てろこの野郎って感じですね。キノピオジャポン木下翔介。荒々しい打撃が持ち味の木下がプロとしての凄み全開バリバリで襲いかかる。北斗がプロの舞台でも光り輝くか。その扱いに爆発寸前の木下が全てをひっくり返すか。第4試合ゼストルールフェザー級5分2ラウンド、安富北斗対木下翔介。ハ
半分だ。半分だ。エビ伸ばせるぞ。エビするぞ。エビするぞ。エビするぞ。ナイス。大丈夫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 。はい、エビも待てろ。かけないぞ。エビも待てろ。ワッチメンぞ。ワッチメンぞ。左手抱えないぞ。ロースアップ、それプッシュを。バランスプッシュを。大丈夫だから、大丈夫か。ラスト、ワッチメンぞ。ラスト、そう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 。下に上固めないんだ。上固めない。肩固めやるな。脇締めとけ。左手脇締めとけ。そう、そう、そう。大丈夫、大丈夫。3分経過。左手脇を刺そう。左手脇を刺そう。そう、いいよ。戻す、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 踏み混ぜ入れさせる。オッケー、前落とすぞ、前落とすぞ、前落とすぞ。足入れさせ、足入れさせない。中心、中心、中心。そうそうそう。踏み取られない、踏み取られない。両手で、両手で。両手で持って、両手で持って。両手で持って。前から、そう、そっち側から。そうそう、そっち側から。脇で挟んでみる、脇で挟んでみるぞ。いいぞ、いいぞ。はいはいはい、回る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 。回る回る回る。伸びしろ、伸びしろ、回れ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 、背中を締めつけろ、ほんと背中を締めつけろ、そうだな、ほんともう一回止まんな、止まんな、ほんと止まんな、背中締めつけろ、横につけろ、横につけろ、ほんと横につけろ、横につけろ、まあ背中締め、背中締めつけに行け、ほんと背中締めつけに行け、そうだ、そうそうそう、まだまだ上潰せ、潰せ、ラスト上潰せ、ラスト上潰せ、前落とすぞ、前落とすぞ、ほんと前落とすぞ、首だけ両手で、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 北斗、肩固め来てるぞ。上固められるんだよ。バランスだけ取って頭に置かせんね。故障性、故障性、そう、いいよいいよ、そういいよ。ハクソ、押せ、押せ、ハクソ、腰を押せ、首抱えない、腰を押せ、左手抱えない、そうそうそう、いいよ、内側から、内側から押せ、内側から押せ、で、腰を押せ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 、どんどん打っていい、どんどん打っていい、そう、相手ない、北斗、戻す、戻す、戻す、抱えてたら戻せない、抱えたら戻せないぞ、北斗、そう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 、戻す、あ、いいぞ、いいぞ、はい、脇差し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 、ほら、上から肩抜きするぞ、それダメだな、いいよ、右手差してるからいいよ、右から起きろ、右から起きろ、右から起きろ、右から起きてけ、右からバック回ってけ、反対、反対、反対、左向け、左向け、左向け、北斗、それ抱えてたら、抱えてたら、何北斗、そうそうそう、そっちだから回ってきた、脇取ったら、そう、削ってから何や、そう、全然どんどん削る、どんどん削ってけ、やがってしろ、そう、北斗、右手上げて、右手上げて起きてけよ、右手上げて、左手抜くの、左手抜くの、
何回もやれ。北斗、もう一個動きに行かないと、コマ終わっちゃうぞ。右で故障して、右で故障して大きいの。北斗、単発じゃ無理だって。もう何回も左足、何回も左足、いいよ、いいよ、いいよ、もう一回やろう。判定の結果をお伝えします。勝者、赤コーナー木下翔介。今の試合に判定3対2で最大の赤コーナー木下翔介選手の勝利でございます。見事勝利いたしました木下選手には勝利者賞が贈られます。また激闘を戦いに来ました安富北斗選手にもぜひ大きな拍手をお願いいたします。